We go YouTube! 皆さんこんにちは、ソブスイカとゆうさぎです。イエーイ、はじめまして。はじめまして、お願いします。10歳差コンビでお送りしていきます。お願いします。今日は最近原宿でめちゃくちゃ人気のいちご飴があるらしいので、それを食べてみたいと思います。やったー、はい、念願のいちご飴。私も食べたかった。なんかでも存在知らなかったやばい、もう年だから JK、 JK の現役の JK にはやっぱかなわ教えて、教えて食べ方、食べ方じゃん、これがいちご飴です。これがいちごとぶどうかな、ぶどうのミックスで、これが普通のいちご飴に練乳をトッピングしたやつはでこれが普通のいちご飴で、こっちがそのいちご飴、そのいちご飴、あーやらかした大変よこれ、大事件よ、大変よ大変よミックスなんだけど、ティラミス、が上にかかってます。美味しそう、美味しそう。それでは食べていきたいと思います。イエーイ。じゃあ私は、じゃあ練乳入りのやつ食べます。じゃあ私は普通のいこうかな、はい、これ普通のだよ、普通のです。やばい、テカってる、テカってる、美味しそう。じゃあ私からいただきたいと思いますあ、音が、うん、音がすごい、かじれるんだねうん、甘い。あ、なんか単純な感想はなんかもう少しないのえ、なんだろう、あ、なんか口に入れて、パリみたいな確かに、でも音はなんか音がすごかった、思ったよりパリパリ感が、ね、硬そうなのにさ、かじれる、ちゃんとかじれるのが、ね、美味しい。屋台とかで売ってるいちご飴って硬くて全然食べれない感じだけど、これはめっちゃパリパリいける、美味しい、ね、すっごい食レポ下手くそうん、上手じゃんどうぞ、じゃあじゃあ、いただきますえ、なんかびっくりした。なんか結構本当に硬いつもりで口に入れたから、柔らかさに対して噛む歯の強さが力強すぎて初めて噛んだ感じえ、でもさ、甘いなんていうさ、甘さじゃなくない。え、結構練乳がかかってたから、そっかそっか、いちごの酸っぱさも結構あって、見た目よりすっきり食べれる。7個ついてる、すっきりしてるから7個ついててもいける。どう、私のレポ、いい、あやった100点100点絶対嘘だ。え、でも美味しい、美味しいですね、うん。じゃあ次いいよ、選びな。で、これ気になりますよね。そうだね、それにあの自己ラスだからさ、自己責任。あ、そうですねはい、食べます。すごい、なんかいただきます。すごいじっくり味わってこれはすごいレポが聞けそう か、うん、ティラミスって感じじらして、それすっごい期待してたよ今食べてみてください、これ。次ブドウなんですけど、じゃあいただきます。そうそうなんですよ。ロッカーある。確かになんか表現しづらい。なんか表面がさ、こういうティラミスとか乗ってるから、そっちが先に来ると思いきや、うん、なんか後からティラミスみたいな。単体で乗ってる感じ。ブドウ、ティラミス、ブドウみたいな。なんか食感もいろんな、うん、そういろんな食感きすぎて。不思議な味、全然別でいいかな。ちょっと小声で言うけど意地悪なちょっと欲張りすぎた、ね、あれもこれもって欲張った結果、はい、でも練乳が美味しかったかな、私的には。なるほどね、私は普通の方がなんかシンプルで美味しかったえ、でも本当になんかさ、美味しいです。思ったより本当にってるのこれ。あ、こんな風味。タピオカより。え、絶対嘘じゃん。絶対嘘じゃん。え、でもこれめっちゃ人気ですよ。あ、本当。みんな食べてる。
ぶどう食べた？あ、まだですよ。食べていいですか？このぶどうってさ、皮のまんまだよね。あ、美味しいぶどう。あ、ぶどうの方好きだった。いや、いちごの方です。思ってたよりはみたいな。ぶどうも美味しい。ぶどう飴ってそうできなかったけど、うん、意外に美味しい。結構さ、お腹いっぱいになってこない？意外とね。これだけ全く進んでない。気に入らなかった。新しいものをね、食べてみたい人に。あ、ね、そう、挑戦者におすすめ。結構さ、いろんな人にとってさ、新しい初めての食感になりそうじゃない？絶対なる。びっくりしたもん。はい、こんな感じでいちご飴食べてみました。残りはね、後で美味しく食べたいと思います。どうでした？いちご飴初めての。美味しかった。そう、シンプルに美味しい。好きで食べれるから流行ってるのかな、うん、確かに。写真映えも良さそう。確かに、テカテカしててね、うん、テカテカしてて映えそう。なんかね、いちごだし知らなかったけど、なんか見たことはあった、うんうん、よかった、念願の食べれて。なんで笑ったの？笑ったこと。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。